鬼丸国綱鬼丸は、鎌倉時代に作られたとされる、日本刀である。皇室の私有財産であり、宮内庁自住職が管理している。天下古軒の一つに数えられており、刀高名を付して、鬼丸国綱とも呼ばれる。土屋光一、日新田義貞幾田林の戦に、お手を山田公家、義貞の身代わりとなる。港川の戦いで、 吉貞が鬼丸と鬼切れの二刀流で奮戦する図。鎌倉時代初期、山城国の軽淡田口派の投稿で、淡田口六兄弟の末弟である国綱の作。国綱は後鳥羽天皇の五番単野であり、腕の良さから鎌倉にも招かれて担当していたとされている。鬼丸という号の由来は、太平記に記載がある。それによると、北条時頼が舞を、 夢の中に現れる氷にうなされていた。そんなある夜、夢の中に、おじが現れ、自分は、慌たくち国綱の立ちの化身である。ところが汚れた人の手に握られたために錆びてしまい、ザやから抜け出せない。早く妖怪を退治したければ正常なものによって早く、自分の錆を拭い去ってくれと言って消え去った。早速、時よりは本刀をお手入れし、 抜き身のまま寝所側に立てかけておいたところ、本刀が倒れかかり、火鉢の台に施された細工の首を切り落としたという。よく見ると、その火鉢の足は銀で作られた鬼の形をしており、それ以来、時よりの夢に子鬼は現れなくなり、次第に体調を回復させた。この事件により、このたちを鬼丸と命名したと言われている。以来北条独走家の長宝であったが、 原稿の乱によって、北条高時自陣の際に、新田義貞の手に渡った。しかし、義貞も、五代醐天皇に反旗を翻した、足利高氏と争うことになり、足利法の芝高常によって討ち取られた際に、鬼丸も高常に露覚された。また、後に高氏と対立した高常は、高氏に降伏する際に本作を献上したと、されている。 以後、足利家の長宝として連来し、その後は、足利義明より、織田信長を経て、豊臣秀吉へ伝わったという説と、直接秀吉へ送られたという二説がある。いずれにせよ、秀吉の所有となったが、彼は、無類の日本刀好きで、知られていたにもかかわらず、本作と同じく天下五剣として知られる同時儀で、安綱と共に、本阿弥三則に預けてしまう。 一説には、これまでの所持者が戦に破れ、その一族も没落してきたことから、その縁起の悪さを忌避したとされている。大阪の陣の後に、徳川家のものとなったが、徳川家康と、徳川秀忠も共にそのまま阿弥家に預けたという。その後、御水ずの天皇に皇太子が誕生した不死に御所に、献上されたが、ほどなく皇太子が溶接したことで、不吉な太刀であると噂され。 本阿弥家に返却されたという。江戸時代を通して、京都の道家によって保管されていたが、徳川八大将軍、徳川義宗は本阿弥家に命じて、江戸城に持参させたという記録がある。義宗の時代に本阿弥家に命じて返参させた名刀の目録である、京宝名物帳にも、本作が収録されている。また、松平定信が編集した、周古十種書集で、 同書には、本阿弥三郎米大大小主語とある。明治維新に至り、徳川家からも、皇室からも所有権について明示がなされず、これに困惑した本阿弥家が新政府に届けで、1881年に、御水ズを天皇に献上されたものを、徳川幕府を通じて、本阿弥家に預けていたものであるとして、明治天皇のもとに取り寄せられ、以来居物として、皇室の所蔵となっている。 なお、天下五賢のうち鬼丸国綱だけは魚物であるために、国宝及び重要文化財としての文化財指定を受けていない。魚物としての性格上、一般公開されることも少なく、書籍等に掲載される写真も数少ない機械に撮影された古いものに限られている。過去には以下の機械に一般公開されている。波長二尺五寸八分、ソリー寸一分。 鎌倉時代に入り、太刀の刀身の反りが大きくなり、またそれまでの立ちに顕著であった、腰反りから闘身全体が均等に沿っている、和ぞりへと移行した時期の立ちで、仙台、また後代、広大の立ちと比べても大きな反りを持つ。作風は、私鉄がよく薬み、地にえつき、地繁移りが立つ。波紋は、逃げでき、工事家人調の象徴地乱れで、腰人を焼く。 目釘工は一つ。目釘工場の胸よりに、国綱の二次名がある。鞘と柄の全体を茶色シワ側で包んだ上に、金茶色の大荒と薪を施し、唾を黒うるし塗りの皮袋で覆った、カバンたち様式のこしらえが付属しており、室町時代初期の製作と推定される。このこしらえの様式を特に、鬼丸ごしらえと呼び、カバンたちごしらえの代名詞となっている。 ありがとうございます。